こんにちは、日本ゼオンです。マルチマテリアル接着剤のご紹介をさせていただきます。今度は当社の開発品である異解体性マルチマテリアル接着剤の接着解体デモを実施します。接着は1分間での接着、解体は10秒での解体です。ぜひご覧ください。では早速装着の実験を開始します。本開発品はオートグレープや真空プレスなどを使用し、温度と圧力をかけて接着するホットメルト型の接着剤です。本日は簡易的なハンドプレス機を用いて、炭素繊維強化プラスチック CFRP と PP のガラス繊維強化プラスチック PPGF40 を1分間かけて接着いたします。 CFRP と PPGF40 の間にマルチマテリアル接着剤を挟み、ハンドプレス機に設置します。はい、接着が完了しましたが、まだサンプルが熱を持っており、接着性の確認ができないため、先に開発品の紹介と解体デモを実施します。マルチマテリアル化および異種材接合は、小型化、軽量化、省エネ化のニーズの高まりを受け、モビリティ分野を中心に注目されています。しかしリサイクルが困難になるというデメリットもあり、解決する手段として日本ゼオンは異解体性を有する本開発品をご提案します。本開発品の大きな特徴は、1マルチマテリアル接着性、2加水分解しない低吸水性、3耐電触性、4耐衝撃性、5低誘電性、6異解体性です。マルチマテリアル接着剤は CFRP、アルミ、鉄、ガラス、銅などの無機物及び軟接着材料（PP）などの有機物にも前処理なしに強固に接着することが可能です。加水分解しない低吸水性につきましては、接着剤の課題である耐久性が優れており、熱老化試験、ヒートサイクル試験、高湿高温試験においても接着強度が落ちないユニークな性能を有しています。耐電触性につきましては、今後使用が増加する予測のあるアルミと異種金属との接着において低吸水性との高い絶縁性により、アルミの電触を抑制する効果が期待できます。今ご説明した特徴の他にも、マルチマテリアル接着において最適な性能を有しておりますので、ご興味がある方はぜひ本実演後、日本ゼオン説明員までお尋ねください。さて続きまして、解体デモを実施します。右手にアルミと GFRP を接着させたサンプルに 500g の重りを取り付けます。本日は簡易的な非接触タイプの電磁誘導式アイロンを使用して解体デモを実施します。時間は10秒での開会見込みですので、秒数をカウントしたいと思います。10、9、8、7、6、5、あ、見事5秒で解体ができました。このようにマルチマテリアル接着剤は、遺材を解体することで機材のリサイクルに貢献することが可能です。先ほど接着した CFRP と PPGF40 の接着強度を確認します。引っ張り先端試験ではPPGF40 の材料破壊で試験が終了しています。同じように材料破壊ができるかを確認したいと思います。冷却時間問題ないでしょうか。はい、PPGF40 が破壊するほど強固に接着しています。さていかがでしたでしょうか。皆様最後までご清聴いただきありがとうございました。この後も日本ゼオンブースにてどうぞごゆっくりお過ごしください。